はい、初日5レース素晴らしいレースをしました遠藤恵美選手に来ていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。追い風 10m の中で、はい、思い切ってこう果敢に握ってきましたけども、はい、あの時はどんな感じの心境でいったんですか。そうですね、もうスタートして伸びていく感じがあったので、はい、もう行こうって決めて思い切り行きました。はい、スタートタイミングコンマ07でしたけども、はい、それはもう勘通りですか。そうですね、特訓で珍しく掴めたんで、はい、もう全速で行こうって決めて全速で行きました。仮にあの向かい風だったら、はい、そのまままくり切ってるんじゃないかというぐらいの体型でしたけども、はい、あの1マークその回った後の帰りとかっていう船の帰りとか、はい、その辺の感触はいかがですか。はいいと思います。はい、で調整なんですけど、はい、昨日の前県日から今日にかけてはどんな調整されたんですか。は外回りとペラと、はいはい、で現状では仕上がり的には、足はいいと思うので、はい、今日の感じ見ると、はいはい、道中でも優勝候補の原田幸也選手に競り勝ってましたよね。そうですね、なんか私の方が直線が良さそうな感じがありましたね。はいはい、原田選手に競り勝った、はい、2周1マークですか。はい、ちょっとあの旋回に関してはいかがですか。あれはもうこけると思ったんですけど、もう振り込み差しみたいになっちゃったんですけど、はいはい、逆にそれがこうね、こうそうしたというか。そうですね、あれができたんで、多分前すぎかなって思ったんですけどね。はい、で、まあ、遠藤選手、今回は、はい、初めての出場ということで、はい、ですし、この改めてこう SG のピットに立ってみて、はい、どんな心境ですか。前傾入るときは緊張したんですけど、来てしまったらいつも通り自分の仕事をするだけなんで、そこまで、まあ、仕事に集中して、はい、作業するだけです。はい、で女性一人だけなんですけども、はい、この女子一人っていう部分に関しては、まあ、すごい寂しいですけど、はい、川北さんもいるんで、はい、心強いです。はい、プロペラの情報交換とかっていうのは、そうですね、はい。はい、はい、で本節は遠藤さんとしては目標というか、まあ、自分の中で課しているノルマみたいなのってありますか。1着取りたいですね。はい、1着。あとレースぶりなんですけども、はい、もう男子顔負けのターンされますが、お客さんにはどんなレース見せたいなっていうのを考えてますか。やっぱり握って攻めてるレースしてるところを見てほしいですね。はい、分かりました。じゃあ2日目以降も、はい、会心に期待しますが、はい、最後にですね、意気込みを、明日以降の意気込みをお願いします。はい、明日からもいいレース見せれるように頑張るので応援よろしくお願いします。